really what he does. It's from a hot cornet. He gives your feet a feeling so easy and oh, it's so easy to get. They call it what he does. It brings you dancing jack. It's one they thought they only a supple refused to be gaffled or jack. And in the end, the rhythm will stop when it's done. Then you drop from happy wonky upon a caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep the memory of a caravan.痛みが去るまで、あなたは待ちますか？頭痛生理痛にセデス A錠。モダンジャズカルテットの皆さんは平均年齢が60歳近いそうなんですけれども、こちらのジミー・原田とオールドボーイズの皆さん平均年齢が70歳ということなんですけど、宮川さん、はい、こちらの方たちが日本のジャズを育ててこられたという、はい、もう日本のジャズを作った方々ですね。もうね、本当ジャズの原点なんですけど、ジャズ歴が50年ですよ。50年。僕が2歳の時からずっとジャズ一筋ですね。もう感動的だと思うんですけども、ジャズ演奏スタイルもですね、ラグタイムからいわゆるディキシーランドジャズ、もうジャズのルーツそのものを演奏してね、素晴らしいと思います。50年間日本のジャズを見つめてこられたわけですけど、今また日本がジャズブームというふうに騒がれてますけど、オールドボーイズの皆さんからご覧になって今のジャズブームというのはどういうものでしょう？やっぱりリズムが4ビートですからね、簡単だから近づきいいんじゃないですかね。結局原点に帰ってくる気がしますね。いろいろあるけれども、波があってまた原点に帰ってくる、そうですね、はい、それでは今度は雪村いづみさんと一緒にまたジャズの音楽を聴かせていただきたいと思います。どうぞご用意ください。ところでさ、ともこちゃんはどういうジャズ
か好き？私はやっぱりフュージョンで育ったみたいなとこありますからね。そういうのがジャズっていうんだけど、反対に今度アコースティックみたいなものが古いとかっていうものじゃなくて新しく感じますね、新しいものみたいな。新しく、あ、面白い、なるほどね、はい、それでは準備ができたようですので、古き良き時代のジャズお楽しみください。ジャズはそれぞれの世代の感覚を生かしながら、その一方いつも変わらぬ熱い魅力を感じさせてくれます。ではモダンジャズの時代に一つの世界を確立したモダンジャズカルテットの皆さんのヒットナンバー、もう一曲お聴きください。